皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。では今回は、久しぶりになります、ハーツオブアイアン4、新しくプレイをしていきたいと思います。ハーツオブアイアンは間違いなくこの5年間の中で一番たくさん時間を使ってプレイしたゲームなんですけども、新しくですね、拡張パック、ノーステップバックというものが発売されて、すでにそれ導入済みです。今回そのノーステップバックを入れて初めてのプレイになります。一番長くプレイしてきていてもですね、久しぶりにハーツオブアイアンを開くと、もう操作方法がすっかり忘れてしまってるんですよね。今回は、少しね、思い出しながらというのも含めてプレイをしていきましょう。今回プレイしていくの、初めて選びますソビエトです。ソ連を選びます。このノーステップバックでソ連かなり大きく変更が加わっているようなので、そのあたりもね、しっかり見ながらプレイしていければいいかなと思います。難易度は一般兵で進めます。では時間を進めていきましょう。はい、まずですね、ジョブのメニューバーのところでもういくつか見慣れないものがあるんですね。まず将校団、これですね、陸軍の司令部から始まり、海軍、空軍とそれぞれに司令部を配置できるようになっています。ちょっと見ない間に大きく変わったところかなと思いますね。あとはですね、すごく大きく変わってるなと思うのが、これ鉄道なんですね。ちょうど今鉄道が走ってますけど、この補給線をうまく、維持する、前線に物資、兵士を送る、そういう意味でこの鉄道網というものが新しく概念として建設可能インフラに加わってますので、このあたりもね、ちゃんと考えながら、建設プランをしていく必要がある。さらに奥行きが深まったという感じがします。逆に言うとですね、ハーツオブアイアンを今から始めようとすると、このあたりも含めて理解しなきゃいけないことが、かなり増えたなという印象がありますね。ではソ連の国家方針なんかをざっと確認していきましょう。ソ連の国家方針ですね。お時間ある方は、画面ね、一時停止して見ていただければなと思うんですけども、ご覧のように、だいぶですね、充実してます。単純に数が、すごい量増えたね、というところですね。で、今回のプレイ方針はですね、基本的には1939年スタートなので、史実通り、ドイツと開戦するというのは避けられないと思いますので、陸軍を中心に鍛えていく、国家方針も採用していくっていうのを考えています。なので、海軍なんかはこの後ね、少し縮小という傾向に持っていきたいと思います。生産系のところを見ておくとですね、今お話した海軍系を縮小したいよという意図と反して、ご覧のようにものすごい数船が作られていて、ここに資源の大半を持っていかれている状況ありますので、このあたりもね、少し考え直そうかなというふうに思ってます。では、生産と、あとは軍の再編ですね。このあたりを裏で進めていきます。はい。では、少し再編を行いました。まず軍なんですけども、1939年の時点のソ連軍の師団数、これ、すごい数ですね。日本とかアメリカでのプレイを考えると、この師団数というのは驚異的だと思います。第1歩兵軍からですね、現状第9歩兵軍まで、どれも20師団前後を要する軍を編成できています。さらに余りもありますね。そしてですね、第1戦車軍、ここは戦車だけで固めてあります。ちょっと編成の内容はね、後ほどご紹介したいと思いますけども、バラバラではあるので、この後軍の再編の中で、統一性というのを持たせていきましょう。あとは機動力を生かした歩兵、騎兵隊ですね。騎兵の部隊。これを用意してあります。で、まずご紹介しておきたいところとしては研究ですね。ある程度ですね、工業系、産業系はご覧のように1939年のものは済んでいるという現状が確認できたので、こういうことを踏まえてですね、歩兵、あとは戦車ですね。ノーステップバックから新しい要素として、戦車の設計というものができるようになってます。
どういうことかというとですね、この画面で戦車自由にカスタムできるんですね。これ以前船ではこれあったと思うんですけども、これが新しく戦車でもできるようになったよというところで、まあ、大きな要素になっていると思うので、この戦車を生かすために戦車の研究というのを、少し多めに入れているという現状です。それとドイツ戦を睨んで対戦車砲ですね、これにも改良を加えていこうという方針です。国家方針なんですけども、一旦研究速度のボーナスプラスアルファ取っていきたいので、国立科学アカデミー、これを入れてるんですけども、この後はですね、国家備蓄の拡大から生産ラインの最適化というところで、ドイツとの戦争でどんどん失われている備品、兵装、これらをちょっとでも早く補充するための国家方針というのを採用していきたいかなというふうに思っています。建設は一旦兵器工場を作っていくんですけども、この後、ドイツがポーランドに侵攻して国境が変わったらですね、国境沿いに要塞を築いて独ソ戦に備えたいというふうに思っています。では少しずつ時間を進めていきます。ドイツがポーランドに宣戦布告、この辺りから一気に戦況動いてくると思うので、まあ、こちらに乗っかっていく形でこちらも軍を動かす準備を進めています。空軍も全部アジアから引き上げてですね、このヨーロッパ方面に再展開を行っています。ウラジオストクなんかはだから今言ってみれば空っぽですね。中国共産党からの不可侵条約、これ了承しておきます。今アジアには介入しないという絶対方針ですね。はい、スターリンのですね、陣営、少しコストを使って強化を行っています。まずですね、参謀、これを増やしています。陸軍の経験値獲得、あとは師団の訓練時間、このあたりにボーナスを取っています。あとはですね、エースの発生確率プラス10のボーナスも入れましょう。あと師団回復率プラス 8% のボーナスも取りたいので、新しく参謀を入れています。研究に関してはモロゾフの設計局入れました。これで気候研究速度プラス 15% のボーナス取ります。新しい補給マップなんですけども、赤いところがちょっと補給が足りてないよというところですね。ここに関しては補給のハブ、鉄道のアップグレードなんかを行って、しっかりですね、補給が行き渡るようにしましょう。トルコが投資計画を持参してきているという内容ですね。トルコに州建設投資するか、あるいは行わないかということですけど、まあこれトルコできれば陣営に取り込みたいぐらいなので、トルコ停止計画、投資計画、これ援助しておきましょう。今はとにかくね、対独ソ戦を睨んだ補給の解消というのをね、やっていきたいと思いますので、そっちを優先します。補給が足りてないところはですね、この補給を自動車化することによって補給量を増やせるので、全部にやるとね、残念ながら十分なトラックの生産量もないところもあるので、逆に足を引っ張るということになるんですけども、前線のね、本当に際どいところに関しては自動車化を行っていきます。で、場合によっては鉄道のアップグレードも行いましょう。この辺りでね、前線をなんとか維持していきたいかなと思います。これで建設の Q がこんな状況になりましたね。で、全体としてアジアに展開している部隊はだいぶ少なくなっています。その分をできるだけヨーロッパ、しかもドイツとの戦いに備えた人員配置に変えているというところですね。では少し方針をアップグレードしていきます。まずバルト三国ですね、ここの併合を行ってドイツとの海戦を前倒します。残念ながらですね、まだ陸軍の要塞建設始まってすらいないんですけども、方針を早めてバルト三国の併合へと動いていきたいと思います。戦争目標の正当化、
これ請求権請求した方が早く戦争が開始できるので、早く戦争を開始するという目的のために無理やり請求権を送りつけていきましょう。バルト三国の併合が目的です。バルト三国相手にどうのこうのというのはないと思うので、干渉できるときに領土を拡大しようと、まあ、そういう作戦ですね。はい、ドイツが協定を遵守ということで国境が前になりましたね。これでこの国境沿いにですね、すごい数の要塞を築いてドイツとの戦いに備える、まあ、それが今回の一番の目的になります。なので要塞を築いていきましょう。陸上要塞ですね。はい、国境にずらっと要塞を並べる建設級に入れました。まあ、当時はね、ドイツがソ連と開戦するなんていう情報はもちろん、この要塞を築く前に知ることはできなかったわけだと思うんですけども、まあ、幸い我々はドイツがこの後無理やり開戦してくるというのは分かっているので、あらかじめ準備をすることができるので、この国境沿いにこの大要塞地帯を築いてドイツ軍を待ち構えましょうというところでですね、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回はドイツと開戦するところまでプレイができたらいいかなというふうに思ってますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。ノーステップバック、特に補給が奥が深そうです。